28度です。夏来ました。新入りのランタンハンガー、うわこんなもんでいいんじゃない、今日は菜の花が綺麗な季節ということで、うん、菜の花を見にその近くのキャンプ場に行きます。菜の花自体は明日見に行くので、まあ、今日一泊して明日ちょっと花畑ツアーということで楽しみだね。楽しみ。もともと芝桜見に行こうと思ってたんだけど、もうなんかハゲかかってるらしいから。そうそう、あ と遠すぎてちょっとそうそうそう、一泊二日がやっぱり遠すぎるってことになったので菜の花に変更しました。で今そのキャンプ場の近くの道の駅で野菜を調達します。長沼町に来てます。うん、行ってみたかったんだよね。ここお広いいね、なんか野菜いっぱいありそうだ。平日なのにめっちゃ混んでたけどえこんな大画面あんだ。えすごい、なんでいけん大画面で興奮すんの。なんか食べたい。ジンギスカン買ったでしょ。ダメだよ。じゃあ野菜買おう。たこ焼き食べたい。たこ焼き食べたい。何やねんわーうまそう。食うか、たこ焼き食うか。これってパタパタするやつか、うん、ついに出会えた顔してるね。そこ掴んない、そこ掴んない眉間にシワ寄ってたよいいね、いいね。めっちゃ可愛いじゃん。鼻曲がってる。安い。でもそう2600円。あれパタパタするのに安い。え買っていいんでしょ。 OK、 ちょっと様子見じゃない。何の様子を見るの。大変だぞ。世話うん、4匹になる。ちょっと一回考えるか。一日考える。離れろ。キャンプギアも売ってる。ねえ、すごい。え、かわいいし、なんか食器とか、怖くない。こんな道の駅見たことない。すごいよ。これなんかよく見るやつじゃん。うん、またいた。すごいな、島コーラ半端ない。こいつなんかシュワシュワ、かわいい。でかいねーと。え、ほら私の親指白いやつって美味しいのかな。なんか美味しいらしいよ。えーなんか買ってみようかな。食うの OK。設営まで時間がかかりそうだから買います。食べなさい。ケイトがあまりにも食べたい、腹ペコで食べていい。出来たてです。あ、出来たてかどうかをしっかりチェックしています。すごいずっしり。でか、熱っ。でかっ。え、しかもタコ、でかっって言ってたね、柳田子って言ってた。うまっ。うん、おいしい。ゼクちゃんの開封式したの。そうそうそう、1年半ぐらい前にデイキャンプで来ました。いいね。めちゃいいあーいいね、奥の木漏れ日。うん、前はこっちがフリーサイト A なんだけど反対側の B だったんだよね、うん、で次こっちがいいねっていう話をしていて、なんか川も流れてるらしいよ。めちゃくちゃいいじゃん。うん、虫が出てきた。フリーサイトこの辺にします。虫にやられる。で、あっち側が池っぽいな。鳥の鳴き声すごいよ。めちゃくちゃいいね。すげえ、ソーセージの匂いだなこれ。あーいいね。青のりついてないけ。うん、ついてないわ、奇跡的に98% ついてるからね、たこ焼き食った後。うるさいね。自分もついてたでしょいや結構虫いるわ。今日明日なんと28度です。夏来ました。
まだ5月末です。異常気象じゃん。そんなことないよね。だいたい6月ぐらいから暑くなってくるような。なんか半袖は6月だよね。調子乗って半袖、うん、やったか、うん、二重で塗った。剣が臭いから偉い。後ろの背景やばいよ。緑めっちゃ綺麗。あのもう喉乾いて死にそうなんでさっさと立てます。剣買ってきてもいい。私一人で立ててるから。あ、レモンサワー買い忘れてさっき言ったっけ。言ったよ。言ったよ。だってさ、先に買ってこないと飲めないじゃん。あ、そうだね。じゃあ俺買ってくるわ。初めてケイトが一人で設営します。どうなるのか。設営終了。とりあえず巻き割りに行こう。うん。なんとこちらすべて無料で貸し出しです。巻きも無料。無料。確かさ、初めて巻き割りしたんだよね、1年半ぐらい前。ここ で、ね、うん、ここで突然雨降ってきたんだよね。あ、そうだ。そう、だからなんかゆっくりできなかったんだよ。そうだそうだ、うん、懐かしい。頑張れ。鶏も応援してるよ。ね、同じこと言おうとしてた。きつい。早くない？ちょっとエネルギー不足。脱水なのかな。ビール飲んでないか。お、行ったんじゃない。おお、すごい。いいね。お、いいね。から新入りの、なんていうんだっけ、ランタンハンガー。そう、アマゾンでいくらだっけ。いや確か2000円ぐらいかな。めっちゃ安かった。こんな、すいません、3500円でした。嘘でした。先端がこのペグみたいな鋭利になってて、その上にポールをくるくるつけていくだけなんだよね、うん、こちら今まで父ちゃんのランタンハンガー使ってたから、ようやく自分たちの購入しました。結構あの借りてたやつ重かったんだよね、重量あって。なんか三脚みたいなタイプだったんだよね、うん、だからめっちゃ安定はするんだけど、スペースがちょっと取るタイプだった、うん、これは憧れの地面に刺すタイプです。色味もめっちゃいいんだよね。グリーンっぽい、くすんだグリーン。でこの重量が 550g。 傷ついちゃいそうだから、このこれがついてて、これをこのテーブルの角に引っ掛けるとテーブルにつけることもできるし、剣が言ってるみたいに地面に打つと立てれると。こんな感じでいいかな。つけてみて。剣いいね。めちゃめちゃかっこいいよ。おお、ちょっとグラグラ、なんかグラグラしてる。こんなもんなのか。強風吹いても大丈夫そう、うん、めちゃいいじゃん。いいね。いや、めちゃいいね。ランタンハンガーそんな安いならなんで早く買わなかったんだろうね。 30% 引きぐらいになってた Amazon で。しかも Amazon チョイス。へえ。元々は炭を起こすつもりじゃなかったんですけど、炭火で焼いたいい匂いがしてきたんで急遽炭を起こしました。やっと落ちてきました。とりあえず飲みます。食べ物準備できてませんよ。本日もこちら北海道の島、札幌クラシックでございます。いや
もう喉カラッカラ。たまには近くでね、はい、ただこう上まで行きたいんだけど上まで行く量がないでかすぎ。しかもあ大丈夫大丈夫。じゃあ夏の始まりかな。そうだね、夏の始まり。あうめえ最高。あ、もうつける。火が見たい、うん、いっぱいの火が見たい。 いや風もないし最高だ。風落ち着いたね。この鳥の声やばくない？てかこなんかやっぱ緑が、うん、このキャンプ場に限ったことじゃなくてさ、その前回のキャンプもそうだったけど、トモパークもね、緑が綺麗な時期になってきた、うん、こんな鮮やかだったんだね。ね、あんま気にして見てなかったかもしれない。余裕なかったかもね、去年。6月と7月と8月と9月の緑の違いはよく分かってなかったかも。おでもなんか6月の緑が一番黄緑っぽいっていうか、うん、なんか8月とか9月ってもっと緑っぽくない？なんか、うん、がっちり緑、うん、で赤くなるみたいな。黄緑いいね。光当たった時すげえ綺麗。道の駅で買った巨大アスパラ、え、マジでやばい。ほら、ちょっとアスパラ買う予定がなかったのでピーラーを持ってきてないんですよ、ケンさん。あ、やっぱ取った方がいいのか。いやでもなんか本当に柔らかいやつは皮取んなくても食べれるらしいから、焼いてみる。丸焼きにします。うわ、ニンニクもさっき道の駅で買ったやつ。うわ、うまそう。めちゃでかい。ひぬまけはニンニクはこのまま焼き台の上に乗せます。なんか意外とお腹空かないなと思ったら巨大たこ焼き食べたんだった意外と寒くて急にダウン起き始めるっていう。なめてた夜の寒さ。ケン上着持っていかないとこってしてたでしょ。でもストーブはいらないんじゃない。うん、なんか大丈夫そうな気がするけどね。やばい、めっちゃ美味しそうなもの発明しちゃったかも。うわー、なんかここに入れたい。なんもない。マヨネーズとかない。醤油でいいか。鰹節も入れたい。うわー、ネギとか。あ、青ネギないけど。うわ、こんなもんでいいんじゃない名付けてアスパラパッカン。あ、食べよう。今切った感じもうめっちゃ柔らかかったから。2杯目です。うわ、グツグツいってる中で。うわ、これ絶対うまいよ。いただきます。いただきます。うん、うん、うまっ。水だ。これはうまいわ。殿堂入りアスパラパッカン。アスパラパッカン。ただし太いアスパラでしかできません。パッカンできない。ちっちゃいのだったらね、パッカンできないね。うめえアスパラ。筋ある？結構。あ、ない。皮むかなくても食べれました。北海道のアスパラ。しかもホワイト。味の違いわかる？わかる。いや、ちょっと難しいな。野菜の1位アスパラかも。あ、ダメだ、餃子ニンニクとかあるから決めれない。タケノコも売っててさ、それも食いたかったんだよな。そう、買ったんだよね、タケノコ、細タケノコ、うん、でもなんかやっぱり一番美味しく食べるには、うん、アク抜きとか、あ、なんか下処理した方がいいらしくて、うん、ほらちょっと家で食べようと思って、うん、明日家で食べる、ね、うん、ちなみに馬刺しもいただいてます。馬刺しニンニクってのはどう？いいねいいね、絶対。てかちら、せっかくイスタテーブル買ったのにこの状態。このドデカニンニクに、わあ、贅沢やな。馬刺しを乗せて、ああ、うまい、うまい、うまいし絶対。ちょっと俺もそれやりたいわ。看板メニュー。こ
これは。ああいいね、ちょうどいい。ニンニク馬刺し。うまいね。馬刺しニンニク。これ発明だ。写真撮っとこう。発明を。自分でさ開発した組み合わせがさヒットしたら嬉しいよね。なんか小さい頃お菓子の組み合わせとか考えたりしなかった。はい、した。うん、あ、うまいわ。じゃあメインディッシュいきます。はい。ケン、スイーツ買ってきた？さっき。なし、今日はスイーツ。今日はなしです。食いすぎ。はい。初登場。金広の黒ブラック、ブラック特上ラム、これが一番いい肉でしょ金広の中で。いつも絶対一番高いやつが一番美味しいんだろうと思って一番高いのを買おうとしたら店員さんのおばちゃんに、うん、いや赤が一番いい、真ん中のやつがいいって言われて、うん、そうなんですね。普通高いの勧めるのかなと思いきや、うん、高いの勧めないでも今日は黒にしてみました、はい、やっぱ特上食べたくなっちゃって、うん、で結構さ黒がうまいっていう人もいるじゃん。うん、それこそこの前一緒に行ったさいとこの奥さんがさ、うん、黒めっちゃ大好きで、うん、でもね本店の、うん、おばちゃんは、ね、ベテランっぽいおばちゃんが、うん、いや赤赤それ言われたらねもう赤買うかみたいな。で、あのジンギスカン鍋でも焼くんですが、はい、ちょっと数枚この網で炭火で食べてみたいなよ。やってみたらどうなのかなっていうちょっと実験、うん、どうなんだろう、これ邪道なのかな炭で焼くの。いやどうなんだろうね。怒られる金広さんに。金広さん怒ったりしない。長沼町に怒られたりとか。怒られない、怒られない。こちら前回いただきました恵比寿プレミアムブラック、あんまり飲んだことないさブラック自体。あ、そうなの。1回か2回ぐらいしか飲んだことないかも。ちょっと飲めんのかね。苦いの。苦いでしょ。コーラみたいだね。早いねビール今日飲むのあなた。ブラックもうまいね。うまっ。ブラックにブラック。おお、ずっしりくる。うまい。こういう味濃いやつにいいかもね、合うかも。どうしたどうした、大丈夫。詰まった。あー、うん、食堂閉鎖。のどちんこ。油が引っかかった。ああ。何が分かったの。この多分油の部分が喉に引っかかった。肉、油、肉で片方は食堂にいて片方は口の中にいたんだよね。それ全く同じこと昨日起こってた家で。元気の昨日すき焼きだったんだけど急に喉詰まらせて台所でああもう終わったと思った私これもわあ。うまい。全然違うね。違うね。めっちゃ濃い。ドイツみたい。行ったことないけどドイツのビールって全部こんな感じなのかな。じゃあ、いや、知らん、行ったことないもんだってソーセージとかに合うのかな。いいね。やっぱ買えばよかったか、ソーセージ。なんか、味噌からホルモンとかに合いそうじゃん。合う。あ、やっぱ味濃いやつに合うよね、きっとね。あと、そっちで通常の食べ方、通常モードで食べます、うん、こっちは焚き火にします、うん、それは大変だったな。気にすんじゃない、忘れなさい。ジンギスカン焼きました。もやしとニラ入れて、まあ、いつものように焼きました。いただきます。やっぱうまそう。炭火じゃないわ、これだわ。うまっ。肉汁落とさない方がいいね。うん。
うん、確かに、うん、その方が柔らかいかもしれない、うん、え、特上と上の違い分かる？分からないでもなんとなく俺上の方が好きかもしれない、うん、私も。あ、本当？なんか多分上の方が赤身っぽくて、うん、脂が少ない。あ、うん、特上はちょっと脂身がある分、うん、多分え結局肉ってさ霜降りとか、うんうんうん、中トロとかもそうだけど、うん、脂ある方がお高いじゃん。そうだね、うん、でもうちら全体的にさ、うん、本マグロの方が好きじゃん、うんうん、中トロよりも。人によるんだろうね、だから、うん、やっぱジンギスカンだわ、マジでうめえ。え、ホルモンとうどん食べれる？全然食べれます食べれない？全然食べれる食べれない感じで今話してきてるね、聞いてきてるねラーメンでもいけるな。ラーメン、こってりラーメン、この前の辛ラーメンうまかったな。聞こえるかな、カエルの声。ちょっと不気味カエルの声ってちょっと怖くない？しかも 何百匹もいるような声。ずっと泣きって疲れないのかね。あ、疲れそうじゃない？うん。カエルもうちらに同じこと思ってるかも。あの夫婦あんな喋ってて疲れないのかな。思ってるかも。こんなに大量のホルモン、こっから食べます。しかもこれで最後うどん2玉やろうとしてる。大丈夫？ねえ。後悔する。最近は後悔したくなくない？この間もラーメン食べたけどさ、結構すっきりしたなっていうか、重い感じも。確かにでも、そんな食ってないのかな？いや、食ってる。見た目ほど。やばいでしょ、ラーメン。普通ラーメンだけで済む話なんだから。いろんなもの食べてラーメン。何時間かもうわからない。金広のホルモン、なんかこのキャンプ場ユニチョとか栗山とかその辺なんだよね、うん、でここら辺一帯で超有名な東京ホルモンっていうお店があって、そこのホルモンが死ぬほどうまくて、うん、1回だけ食べたことあるんだけど、うん、でもうこのキャンプ場でキャンプするなら絶対東京ホルモンっていうぐらい有名なんだよね、うん、あ、しかも東京に店舗があるとかじゃなくて、うん、ここにしか1店舗しかないのに東京ホルモンっていう名前なんだよ、うん、でそこで絶対今日ホルモン食べるって決めてたのにまさかの定休日だった、いや残念だったマジで。リベンジだなまた、うん、うん、うまいね、うん、うん、薄くて食べやすい、うんうまそうに食うね。カロリー消費してんじゃないやっぱ。薪割りして、でケイトはテント一人で立てて。そうだった、感謝してなかった、ありがとう。今日もコンビニ行ってくれたからね。いやでも俺は運転しただけだから。ケイト大変だったでしょ結構。なんか気づいたらズボン砂だらけになってここね6割ぐらい土なんだよね。すごい舞う舞う舞うで、ね、うん、風弱くてよかったよね今日、うん、これ風強かったら多分鼻の穴真っ黒だったよ。え、いやいや今日はいや大丈夫だよ。サッカーやったじゃん、うん、で土の時と芝の時、うん、2パターンあって、土の時はもう鼻の穴真っ黒、目の周りとか耳とか、うん、やっぱ芝の方がいいよね。いやもちろんもちろん、うん、足にもいいよね。足にもいい、うん、しかも転んでも血出ないよね。そうなの、怪我もしない。レトール食べ過ぎです。
私明日菜の花のおにぎり食べたいんだ。なんかね、10年ぐらい前に菜の花祭り行った時にあった。菜の花祭り、そう、今やってるの。来週土日、うどんができまして、はい、中に移動しました。いや、ほんと怖かったな。ポタ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 落ちてくるから、芋虫、うん、今もテントになんか降ってきてる音するんだよね。ポタ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 。確かに。いただきます。いただきます。うん、うん、うまいわ。なんか最近習得した技があって、虫に挨拶するっていう技なんだけどなんか前回ぐらいから言ってるよね、うん、なんかトイレとか入ってカメムシ、そうそう、個室にカメムシが例えばいたとするじゃん、うん、それもう逃げれない状況ね。入る前にカメムシいたら違うトイレ入るんだけど、うん、もう入ってこう座って目の前の壁とかにカメムシがいた場合、うん、もう逃げれないじゃん、うん、だからもうヒヒヒとか思ってたらどんどん怖くなるのさ、うん、だからあ、どうもみたいな感じでこんばんはみたいな、うん、なんか挨拶をするんだよね。どうする、ここからどーんいや、だいたいそんな動かないのよ。だいたい嘘だわ。え、動く？カメよく飛ぶよ。人間に向かって飛んでくる。とにかくね、挨拶をすると怖くなくなるのよ。なんか、まあ、敵じゃない感じ。ちょっとわかるかもしれない。皆さん、お虫に出会った際は挨拶をしてください。どうも。おいっすー。軽い感じっていうのがポイント。よし、すごい、いたんだ。さっきいたんだ。先に行きます。ちょっと待って、いろいろ脱いでからにしないと。なし。夏恒例、蒸しチェックです。取り当たってる。で、剣のチェックはどうする。ちょっと、ちゃんと見てんの。ちゃんと見ろよ。髪の毛、髪の毛見て。え、ちょっと待って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 、あっち見て、あっち見て、見て、取れたかも。ちゃんと見て重大なことだ。うん、これじゃない。それだわ。葉っぱでしょ。靴の中とかどうしよう。靴はどうする。中入れる。中入れよ。怖いもん。え、どうするどうする。いや、中入れた方がいいと思う。寝ます。今日すごい暖かくて最高で、今年初めて今日ストーブなしで寝れます、うんうん、電気毛布は使ってます。それが最高だった。いや、最高。ただお虫さんがちょっと多分ね、シーズンの始まりで俺らが慣れてないだけなんじゃないか。虫に回数こなしていけばまた同じように慣れてくるじゃないですか。本日もご視聴ありがとうございました。それではまた。明日は菜の花畑、綺麗なのお見せできるよう頑張りますので、うん、楽しみ。また次回も楽しみに。